こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、我が心のクラブの一つマンチェスターユナイテッドに所属している複数名の選手たちの状況に新たな進展がございましたので、その件に関してお話をしていきながら、新加入選手と新加入選手になるかもしれないタレントたちについてもお話をしていこうかなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速始めていきたいなと思います。まずはマンチェスターユナイテッドから昨シーズンの冬のマーケットでボルシア・ドルトムントに半年間のレンタル移籍で移籍しておりましたジェイドン・サンチョがマンチェスターユナイテッドに正式に復帰し、マンチェスターユナイテッドの指揮官を務めておりますエリック・テンハグとの衝突を解消したという報道が出ましたので、まずはこの件からお話をしていきます。ジェイドン・サンチョとマンチェスターユナイテッドの指揮官エリック・テンハグは昨シーズン 2-3-2-4 シーズンのリーグ戦の途中で練習態度が原因で大きな衝突を生み出すことになってしまいました。チームとしても大きなタイトルを目指していく上で非常に大事な時期でしたし、不安定さを感じさせていた中迎えたアーセナル戦だったので、ピッチ外の部分でそういった問題が発生してしまうことはできれば避けたかったんですけれども、現象として起きてしまいましたし、多くのマンチェスターユナイテッドのサポーターの方々の頭を悩ました事件だったと思います。その後チームのボスエリック・テンハグに対して謝罪を行わなかったジェイドン・サンチョはトップチームから外される結果となり、リーグ戦出場機会を大きく失ってしまう結果となってしまいました。ジェイドン・サンチョに非があるのか、もしくはエリック・テンハグに非があるのか、事実は定かにはなっておりませんが、両者のこれまでの行動に対して評価を下してどちらを信頼するべきなのかという決断をそれぞれのサポーターの方々が行っていたと思います。結果として多くのサポーターの方々が指揮官エリック・テンハグを信頼する結果となったのではないかなと思います。そして出場機会を失ってしまったジェイドン・サンチョは古巣ボルシア・ドルトムントへと移籍していくことになったということです。その後の両者の活躍に関しては皆さんの記憶にも残っていると思いますので、ここでは割愛させていただきますが、ジェイドン・サンチョはボルシア・ドルトムントで大きく輝きましたし、エリック・テンハグも評価がすごく厳しい状況ではありましたが、 FA カップのタイトルを見事獲得することに成功いたしました。別々の道を半年間という期間だけではありますが歩んできた中で、両者とも大きなものを得たと言えるのではないかなと思います。その後ジェイドン・サンチョはマンチェスターユナイテッドに復帰するということになりましたし、エリック・テンハグは解任の噂も立っていた状況だったんですが、イネオスグループが彼を信頼するという決断を下しまして、2026年の6月まで契約を延長するということになりました。その結果もう一度彼らは顔を合わせる結果となり、どうなっていくのかというところで多くの話題を集めていたんですが、キャリントンで行われたプレーシーズン直前のトレーニングにてジェイドン・サンチョがエリック・テンハグと話し合いを設けて問題を解消したという報道が強く出たということです。報じているメディアもガーディアンなどの高級紙が報じているので、信憑性は非常に高いと思われます。両者の問題がシーズン開幕前にしっかりと解消することができたというのは、スタートラインからしっかりとつまずくことなく来シーズンを迎えることができるということだと思うので、非常に大きな問題解消につながったのではないかなと思います。正式に復帰することになったジェイドン・サンチョは直近で行われる7月16日に行われるノルウェーでのプレーシーズンマッチには帯同することはありませんが、アメリカなどで行われるプレーシーズンマッチに関してはマンチェスターユナイテッドの選手として同行すると言われております。現状イタリアセリエ A のユベントスから正式なオファーが届いていると言われているような状況ではありますので、マンチェスターユナイテッドに残留して来シーズン共に戦っていく可能性があるかと問われると少し怪しい部分ではあるんですけれども、もしプレーシーズンの中で素晴らしいプレーを提供したり、完全に問題が解消されて両者がしっかりと共に歩んでいくという決断を下した場合は、ジェイドン・サンチョがマンチェスターユナイテッドのユニフォームを着てオールドトラフォードでプレーをしているという状況を見ることもできるのではないかなと思います。しかし彼のプレースタイルにおいては素晴らしいストロングポイントもあるんですが、欠点と呼ばれるポイントもありますし、
規律面に関しても大きな問題を起こしてきた選手ではありますので、問題が解消されたとはいえ、やはり今後のユナイテッドを作っていくにあたっては、扱いづらい選手は残しておくべきではないというところで売却していくべきだという思いを強く持っているサポーターの方々も少なからずいらっしゃると思います。私松の個人的な意見をここで述べさせてもらったとしても、どちらかといえば売却を進めていくべきではないかなと考えている派です。彼は長所として速さ、俊敏性、ボールコントロール、足元の技術、視野の広さ、アイディア性、シュート精度、キック精度、攻撃性能に関してとてつもない能力を持っている選手なので、戦力的なところを考えると必要なタレントではあるかなとは思うんですけれども、守備の対応に関しては少し物足りなさを感じてしまう瞬間が比較的多い選手ではありますし、プレーに関しても比較的波がある選手と言われております。彼をボルシア・ドルトムントから正式に獲得したタイミングでも同じような話はさせていただいたんですけれども、年齢を重ねた今も基本的には変わっておりません。なおかつ規律違反という部分に関しても大きく解消されたというわけではありませんので、周りの選手に大きな影響を与えてしまいかねない状況を踏まえると、売却ということも致し方ないのかなと私は考えているんですね。もちろん他にもこと細かく言っていけば、例えば年俸が比較的高い、現状だと1430万ユーロ、日本円で20億円近い年俸をもらっていると言われておりますし、マンチェスターユナイテッドのトップチームですくすくと育ってきているガルナチュやアマド・ディアロなど、来シーズン正式にトップチームで起用していきたいタレントの出場時間を考えても、彼らの出場時間を奪ってしまうのであれば売却していくのもやぶさかではないのかなという意見も持っていたりもします。残りの契約期間に関しても2025年の6月までという契約になっておりますので、来年フリーで出してしまうのであれば現金化できる今のうちに売却していくべきではないかなと考えていたりもします。ジェイドン・サンチョの復帰に対して否定的な意見を持たれている方は、同じような意見を持たれている方が比較的多いと思います。どちらが正解でどちらが不正解なのかは定かではありません。現状誰にも分かりません。来シーズンスタートしているわけではありませんので、ですので一人一人意見が違ってくるということは当然だと思うので、ぜひ皆さんの意見をですね、こちらの YouTube のコメント欄だったり、私の X の方にコメントでいただけたらなと思います。ちなみにジェイドン・サンチョの去就の状況に関して噂段階で出ている話で紹介させていただくと、ユベントスはジェイドン・サンチョに対して獲得のオファーを提示してきているんですけれども、その内容が買取オプション付きのレンタルでの獲得という報道になってます。この契約だとマンチェスターユナイテッドからユベントスに移籍した場合、活躍次第では買取オプションを行使して移籍金を支払ってくれるという形にはなりますが、もし買取を行わないという決断を取ってしまった場合、契約満了という形で戻ってくるので、マンチェスターユナイテッドからフリーでの対談を認めざるを得なくなってしまいます。ですのでサージ・ムラトクリフを含めた新たなマンチェスターユナイテッドのフットボール部門の人材たちは、ジェイドン・サンチョの獲得を狙うのであれば、買取オプションではなくて買取義務というものを付随した契約であれば売却するということを考えているみたいです。ユベントスは現在両ワイドを担うことができるフェデリコ・キエーザとの契約延長と売却に頭を悩ませております。マンチェスターユナイテッドがフェデリコ・キエーザの獲得に乗り出すのではないかという報道もここ最近よく見かけると思いますが、来シーズンからチアゴ・モッタ体制になるユベントスにおいては、やはりジェイドン・サンチョの方が重宝される可能性が高いという状況なわけなので、うまく両者が納得いく形での交渉という形になれば、トレードでの交渉が現実的ではないかなと思います。マンチェスターユナイテッドのサポーターの方々の中には、フェデリコ・キエーザの獲得に対して否定的な意見を持たれている方がいらっしゃることももちろん認識はしておりますが、素晴らしいタレントだとは思いますので、もしそういった形で契約がまとまっていくという形になった場合は、フェデリコ・キエーザをですね、共に応援していただけたらなと思います。ということで、ジェイドン・サンチョの話題に関してはここまでとなります。続いて2つ目の話題です。マンチェスター・ユナイテッドのトップチームに昨シーズン昇格しましたウィリー・カンブアラの去就に関してお話をしていきます。
彼は現在マンチェスターユナイテッドと2025年の6月まで契約を結んでいるフランス人の19歳のセンターバックの選手です。昨シーズン 2324 シーズンはセンターバックに大きな怪我人を抱えてしまう結果となり、少しの期間ではありますが出場機会を得たセンターバックのタレントでございます。プレースタイルで言えばアジリティ、スピード、フィジカル、エアバトル、そしてメンタル面、特にカバー力に関しては非常に高い能力を持っているセンターバックだと思います。マンチェスターユナイテッドのサポーターの方々は彼に対して大きな期待を込めていたかなと思うんですけれども、この度ビジャレアルに移籍していく可能性が非常に高くなったということです。非常に残念なことですし、来シーズン共に歩んでいくことを描きたかった選手ではあったんですが、現状のマンチェスターユナイテッドはセンターバックに多くのタレントを連れてこようとしておりまして、マタイス・デリフト、ジャロット・ブランスウェイト、レニー・ヨロ、最大3枚のセンターバックの獲得に乗り出しているという状況であるがために新契約のオファーを断ったということです。枚数的に1枚もしくは2枚の獲得という形であれば、マンチェスターユナイテッドと契約を延長して残留するという決断をしてくれたかもしれないんですが、本人としてはやはり2センターバックの右のポジションで出場機会を得たいという気持ちを持っていたということの表れだと思うので、残念ではありますが1000万ユーロ近い金額、日本円で17億円と言われておりますけれども、この金額でビジャレアルに旅立つことになりそうだと。唯一ホッとできる点は買い戻しオプションが付随している可能性が高いということなので、ビジャレアルでしっかりと出場機会を得て成長することになれば、マンチェスターユナイテッドに正式に戻ってくるということもですね、いずれはできるかもしれないので、ビジャレアルでの彼のプレーに関しても全力で追っていきたいなと思います。ちなみに私は以前のラジオでもお話ししたことはあるんですけど、彼の起用に関しては2センターバックの右で使うことも悪くはないかなと思ってるんですけど、右サイドバックで使っていくのも悪くはないかなと思ってます。ダロトが主軸であることに変わりはないんですけれども、ダロトとは違うプレースタイルを持っている選手ですし、ダロトには提供できないリスク管理を行った可変式にも対応できるプレースタイルだと思うので、エリクテンハグがそこを準備できるかと問われると少し難しい部分にはなるかもしれないですけれども、うまく活かしてあげるシステムを採用することができれば説得することもできたんじゃないかなと私は思っております。はい。ですので皆さんもですね、ウィリー・カンブアラに対してどういった意見を持たれたのかについてですね、私の YouTube のコメント欄だったり、私の X の方にコメントいただけたらなと思います。ちなみに、彼の代理人を務めておりますのがダレン・デインというダブルという代理人事務所に所属しているスタッフなんですが、この人物は現在バイエルミュンヘンへの移籍が噂だっているシャビ・シモンズやマンチェスターユナイテッドに在籍しているマラシアの代理人も務めております人物でありますので、ここ最近シャビ・シモンズの獲得の話題がマンチェスターユナイテッド一部ではありますが出ていたと思うんですけど、ほぼ間違いなくカンブアラの契約に関して話し合いを行っている可能性が高いかなと思われますので、シャビ・シモンズの獲得に関しては単純にブルーノ・フェルナンデスだったり、メイソン・マウントだったり、トップ下で起用できる選手はたくさん抱えている状況ですので、まあその点を踏まえたとしてもちょっとないかなと思えたりする部分ではあるんですけど、基本的にはカンブアラと、ビジャレアルの、まあ、契約の話の中で、まあ、どういった金額であれば売却を認めてくれるのかっていうところで話が行われていただけだと思います。はい。ということで、ウィリー・カンブアラの話題に関してもここまでとなります。では続きまして、ヨシュア・ザークツィの、獲得に関してお話をしていきます。私松がラジオ収録している時点では公式発表はまだなされていないんですが、スカイスポーツなどの有力紙が報じていたりもしますし、サッカージャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏もですね、 Here we go の文字を使ってマンチェスターユナイテッド移籍を報じていたりもするので、このラジオが投稿される頃には正式発表されているかもしれないんですが、私松がラジオ収録している時点だと4000万ユーロ、日本円で69億円の契約解除金がついていたザークツィに対して250万ユーロの追加金を支払う形で分割払いでの獲得を決定したと言われております。5年契約の1年間の契約延長オプション付きという形で報じられておりますので、
マンチェスターユナイテッドの新たなエースとして長期的にマンチェスターユナイテッドでプレーをしてもらうタレントになるのではないかなと思います。彼のプレースタイルに関しては以前のラジオでも何度かご紹介させていただいておりますので、ここでは割愛させていただくんですが、エリック・テンハグのアシスタントコーチを務めておりましたファンデルガーフなどが、退任し、新たにルート・ファンニステルロイやレネ・ヘイクなどが就任したことは皆さんもご存知のところだと思いますが、彼らが採用していた 4-4-2 のシステムを考えると、ホイルンドとの2トップ起用はやはり現実味を帯びてきているのではないかなと思います。ちなみに SNS などを見漁っていると、ザークツィをホイルンドの一列下トップ下のポジションで起用するのではないかという報道が出ていたりはしたんですが、 4-4-2 からのスタートでシャドウ気味のポジションで仕事を行うみたいなことはあるかもしれないんですが、スタートから 4-2-3-1 でトップ下起用みたいな、ブルノ・フェルナンデスだったりメイソン・マウントが行っているような役割をやらせるかと問われると、そこはさすがに考えにくいのではないかなと思いますし、本人がまずそれを望んでいないと思うので、可能性としてはやはり低いのではないかなと思います。ホイルンドと、まあ、2トップを組ませて大量の得点を取ってですね、マンチェスターユナイテッドに新たな時代を、作り出す上で大きな貢献をしてくれたらなと本当に期待しておりますので、最高の赤い悪魔になってもらえたらなと思います。はい、では続きまして、アイバン・トニーの獲得の話題に関してお話をしていきます。すでに報道を目にされた方たくさんいらっしゃるかなと思うんですけれども、ブレントフォードからの対談を希望しているアイバン・トニーがマンチェスターユナイテッドからのオファーを快く受け入れているという報道が出ております。現在イングランド代表はユーロ2024のドイツ大会の決勝の舞台まで進出しており、イングランド代表に選出されている彼も同行している状況で、移籍に関して積極的に動けるような状況ではないんですが、やはりブレントフォードからの対談を希望している状況と、ブレントフォードも今シーズンで彼をしっかりと現金化しておきたいという方針を取っているので、マンチェスターユナイテッドが正式に彼を獲得するために必要な資金を準備することができれば、彼を獲得するということはできると思います。彼のプレースタイルや特徴をご紹介するのであれば、ボックスエリア内での得点力非常に高いです。ポジショニングが正確ですし、シュート精度も非常に高いです。空中戦でもフィジカル的なコンタクトにも簡単に破れることはないので、彼がボックスエリア付近にいればマンチェスターユナイテッドにとって大きな得点源につながることは間違いありません。先ほどご紹介しましたヨシュア・ザークツィと比べると、足元の技術やアイデア力に関しては少し物足りなさは感じるかもしれないですが、自らが持っているフィジカルを知性を使った中で生かすことができるタレントでありますので、マンチェスターユナイテッドが彼を獲得することになれば、来シーズンから 4-4-2 を使うことも考えられる状況を踏まえると、多くのセンターフォワードのキャラクターを揃えたいと思うのは当然だと思いますし、先日投稿させていただいたマンチェスターユナイテッドのラジオでもお話ししたんですが、同時期に複数枚のセンターフォワードのタレントを抱えていたこともあるマンチェスターユナイテッドですので、彼を獲得するということは十分考えられるのではないかなと思います。ただし彼の代理人を務めております CAA スティラーなんですけれども、ルークショーだったりメイヌーと同じ代理人事務所となっておりますので、彼らとの交渉を行うためにマンチェスターユナイテッドに彼らが姿を現したという可能性も十分考えられますし、マンチェスターユナイテッドは左サイドバックに人材を補強しようとしていると思うんですけれども、そこで一度噂が上がったのがチェルシーのベン・チルベルだと思うんですけど、彼の代理人も、CAA スティラーなので、トニーではないタレントと交渉を行っているという可能性も十分考えられるのではないかなと思います。ちなみにここの代理人事務所はですね、数多くのスーパースターを抱えている事務所でありますので、レアルマドリードのカマビンガだったり、マンチェスターシティのグリーリッシュ、リバプールのコナテだったり、アタランタでヨーロッパリーグの優勝を成し遂げたスカマッカだったり、日本代表の堂安律選手だったり、マンチェスターユナイテッドに在籍していた選手といえばダニエル・ジェームスだったりディーン・ヘンダーソンだったり、関係性のある選手たちもね、扱っていた事務所でありますので、何度も言いますがアイバン・トニーだけを狙っているという可能性をこのタイミングで考えるのは少し早いのかなと。もしかしたらギブス・ホワイトだったりタグリアフィコだったり、
まあ、こういったタレントをまあ狙いに行っているっていう可能性も十分高いのではないかなと思ってます。ギブス・ホワイトに関してはノッティンガム・フォレストでプレーをしておりますけれども、ラッシュフォードの後継者として連れてくるかもしれないですし、タグリアフィコに関しては年齢は確かに重ねてはいるんですけれども、ルークショーがいてマラシアがいる状況で多くのお金を使って左サイドバックのタレントを獲得するということになれば、他のポジションに必要だった資金を割いてしまいかねないので、アヤックスでプレーをしており、エリック・テンハグのスタイルも当然熟知している彼であれば、短い期間でもマンチェスター・ユナイテッドでプレーをしてくれるということを決断してくれるのかもしれないなと思うので、交渉を行っている可能性もあるのではないかなと思います。はい、ということで、アイヴァン・トニーの獲得に関してはここまでとなります。では続きまして、契約延長の話をしたいんですけれども、ジョニー・エヴァンスの契約延長の話と、トビー・コリアの契約延長の話について、お話をしていきます。まずはエヴァンスなんですけれども、昨シーズン 2023-24 シーズンにマンチェスター・ユナイテッドの選手として正式に復帰することになりました。当初は短期間の契約という形での契約を結んでいたんですが、プレーが安定しておりましたし、やはり人格者として多くの好影響をマンチェスター・ユナイテッドに与えてくれているということで、今後のまあコーチとしての入閣も考えての契約かとは思うんですけれども、1年間の契約延長を行いました。来シーズン、トップチームで正式にどれだけのプレー時間を得られるかと問われると、デリフトが来たり、ジャロット・ブランスウェイトが来たり、レニー・オーロが来て、そしてリサンドロ・マルティネスも万全の状態でいれば、やはり出場機会自体はそこまで多くないところだと思うので、まあ選手の立場として、多くのものをですね、ベンチから見ていきながら、まあコーチの素養も見つけていくという形になっていく可能性が高いかなと思うので、彼がね、ボールを蹴っている瞬間っていうのはそこまでたくさん見ることができないかもしれないですけれども、必要な契約延長だったと思います。イニオスグループやエリック・テンハグからの信頼も非常に厚いということを証明している契約延長だと思うので、来シーズンですね、陰ながらユナイテッドを支えてくれたらなと思います。では続きまして、トビー・コリアの契約延長に関してです。この選手はですね、現在20歳でアンダー21のユナイテッドでプレーをしているアンカーの、まあ、選手なんですけれども、まあ、中盤の底のプレイヤーなんですけれども、非常に、まあ、期待されているタレントで、エリック・テンハグも太鼓判を押しているタレントです。その選手が、まあ、流出してしまわないように、契約延長したということです。契約は2027年の6月までプラス1年間の契約延長オプション付きという形で契約を延長しました。来シーズン、トップチームで出場機会を得られるかと問われると簡単な状況ではないかなと思うんですけれども、エリック・テンハグが高く評価して、残すという決断をしているわけですので、昨シーズンメイヌーが大爆発したように、もしかしたら、今後ね、マンチェスター・ユナイテッドのアンカーのポジションを中心選手として担ってくれるような選手になるかもしれないので、来シーズンできればですけれども、まあ、ウガルテが来たりとか、まあ、カジミロが残る動向もまあ分からないですけれども、まあ、そういった選手たちがですね、やはり常に使っていくと怪我のリスクもあるし、まあ、疲労度も高まっていくっていうことになるので、まあ、カップ戦でどこか使ってあげるとか、試合がある程度決まっているゲームでは、まあ、少ないね5分とか10分でもいいですけれども、ぜひ起用してあげてですね、トップの環境でどれだけできるのかっていうのをですね、ぜひ見たいのでチャンスを与えてあげてくれたらなと思います。ちなみに彼の印象に関してなんですけど、まあ、高さはある程度持ってるんですけど、フィジカルはそこまで備わってるイメージがないので、トップの環境だと多分潰されてしまうと思うので、そこはちょっと身につけてほしいなっていうところではあるんですけど、まあ、足元の技術とか、まあ、ショートパスとか、まあ、展開力に関しては、しっかりと技術持っているし、精度も高いものを持っているみたいなので、ボール運ぶこともねできたりもするし、エリア広く動くこともできる選手なので、若干動きすぎなね、ところはあるかなと思うんですけれども、はい、そういったところがしっかりと伸びてくればですね、最高クラスの選手になれるのではないかなと思います。はい、ということで、トビー・コリアとジョニー・エヴァンスの契約延長に関してのお話はここまでとなり、マンチェスター・ユナイテッドのラジオに関してもここまでということになります。
普段投稿しているマンチェスターユナイテッドのラジオに比べると、まあ、端的にねお話すことが多かったラジオですので、もし事細かいことで聞いてみたいことがありますだったりとか、話題に上がらなかった選手に関して何か聞きたいことがありますという方がいらっしゃればですね、私の生配信にお越しいただければですね、お話しさせていただくことできますし、もし生配信ちょっと来るのが難しいよっていう方がいらっしゃればですね、ぜひ X の方にコメントいただければですね、仕事の合間とか、休憩時間とかにですね、お話をすることできますんで、どしどし送っていただけたらなと思います。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやっておりますので、ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。